今日はポコタントリミングしてきたんですけど、今ポコタン外耳炎の治療をしてるんですね。で、耳にスキンケアの液体を結構量多く入れるんですよ。だからこのね、入れた後に耳の裏側がすごい濡れちゃうんですね、スキンケアで。なので今回は耳の裏を短く切ってもらいましたちょっと嫌がるね耳の裏を短く切ってもらったから、どういうことが起きたかっていうと、下から見るとテディベアカットみたいに見えるんですよね。で、上から見るとアフロなんですよ。で、あと今耳にいっぱいスキンケアの液体を入れてるがゆえに、ポコタンね、ブラッシングをね、ストレスであまりやりたがらないんですよね。で、ブラッシングがあまりできないし、今ちょうど時期的に暑くなってきたので、体周りはすごく短くカットしてもらいました。ちょっと下から見るとテディベアなんですよ。で、上から見るとちょっとね、アフロなんですよね。これいいね、ポコタン誘導してるみたいなね、これ誘導してるみたいになってるねあげるあげる。今日ね、頑張ったからね、ご褒美でささみのおやつあげてます、はい、というわけで、ちょっとね、外耳炎が治るまでアフロカットじゃなくて、これなんていうカットかわからないんですけど、テディベアカットとアフロカットの中間みたいなカットを少しの間続けていきたいと思います。